はい、渡辺真由です。今回はね、タイプ2バッチャーエピックを解除してみたの実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これプロトタイプ。もうすでに YouTube のアップ済みのね、レアドロップ35個開封したときに、これタイプ2のね、エンフォーサーが、レジェンドが出てくれたんでな、ってね、とっても助かったんだけどね。で、今現在ね、4904サルベージ溜まってて、でこれねタイプ2、これタイプ2はね一番お気に入りの愛獣でね、武器プレステージマックスに最初にした武器なんでね、これね。でこのエピックも解除できるんでね、今4900あるんで、これタイプ2バッチャーエピック解除するのにかかるコストが4000サルベージっていうことでね、買えるんでね、ギリギリね、とっても欲しいんだけどね、とっても欲しいんだけど、これタイプノーマルレジェンド、レアレジェンドまでは、これタイプ2は、デュアル、三角長押しで、デュアルに変化して、で、デュアルフルオートハンドガンに切り替わるんだけど、で、エピック、すべての武器ね、エピックになると、外観が変わるんで、レジェンドまではそのままなんだけど、ね、スタイル。外観が変わるんでね、エピックになると。で、能力がアップするということでね。で、このタイプ2もね、見ての通り、これ外観が全然違うんだけど、タイプ2、バッチャーエピックはね、このガンパーク87、モードを変えると、デュアルショットガンとして攻撃できるということでね、で、レディネス、マグが空になると、リロード速度上昇、デクスタリーの T の効果にプラスということでね。このモード、87ね、モードを変えると、デュアルショットガンとして攻撃できるんでね、これとっても欲しいんでね、これ迷わずね、解除していきたいと思います。タイプ2バッチャー、このアイテムを作成しますか？価格4000サルベージ。はい。やりました。タイプ2バッチャーの作成完了。タイプ2バッチャーアサルト、エピックを解除しました。サルベージを使ってね、初のエピック、武器エピック解除が、このタイプ2バッチャーアサルトエピックになります。やっぱ一番好きな武器なんでね。最初にやりたかったんでね。解除しました。これね、解除したっていうことで、早速、カスタムにちょっと組み合わせていきたいと思います。これマックスになってるんでね、すでにね。これね、タイプ2ね、マックスでしょ？で、これね。ね、全然外観が、これ、ノーマル、2、3、これ、1、2、3、4、4種類あるのね。レジェンドまで変わらんででしょ？で、エピック、今回、解除したこのタイプ2バッチャーエピックになると外観が全然、なんか若干違ってくるんでね。こうやってね。組み合わせたいと思います。タイプ2バッチャーエピック。まずね、タイプ2のね、エネルギーフルオート。三角長押しでライフルが接近戦向きのデュアルセミオートショットガンに変化するクラス最高の連射速度。で、ここまではね、レジェンドまではエネルギーフルオート三角長押しでライフルが接近戦向きのデュアルオートハンドガンに変化するクラス最高の連射速度。三角長押しでレジェンドまではデュアルオートハンドガンなんだけど、に変化するんだけど、この、今回のね、解除した、このタイプ2バッチャーエピックに関してはね、三角長押しでライフルが接近戦向きのデュアルセミオートショットガンに変化するんでね、そこが全然違うんでね、87モードを変えるとデュアルショットガンとして攻撃できる。レディネスマグが枯れになるとリロードが、速度が上昇。デクスタリティの効果にプラスということでね。自分はデクスタリティも必ず組み合わせてるんでね。この、迷彩はちょっとつけずにね、やっていこうかなと思ってて。で、迷彩も結構解除してってるんだけどね。ヘッドショットは結構やっぱ難しいね、これ。これやってるんだけど。ヘッドショットが160まであるんでね。ロングショットっていうのも、これ25でしょ。ここはまだ解除されてないんでね。
ここまで解除し、このゼブラまで解除しないとここからまたチャレンジできないんで、ちょっと明細ちょっとつけずに、これマックスになってるんだよね、もうこれデーモンスカル、もう完全にマックスにしてるんで、最初からアタッチメント組み合わせられるんでね。オーバークロックちょっと外して、サイトも一応つけた方がいいかもしれない。これ何にしようかな、これ ELO でやっとこうかな。 ELO も結構進んでて、フォアグリップ、クイックドローどうしようかな。クイックドローでしょ、フュージョンマグはいいかな、どうしよう。デュアルストッピング、パワー射程が伸びる、ストック、レーザー製、ラムサーボは絶対つけたいんでね。うん、2バーティカルアンプ、ストック、レーザーサイト、レーザーサイトつけたいな。あと一つしかつけれないんで、サイトどうしようかな。ちょっとサイト外そうかな。サイト外したらあと一つアタッチメント組み合わせられるんで、ラムサーボ。とりあえずこれでね、やって、変更あるかもしれないんだけどね。これはプレイ実況動画上げていくんでね。よろしくお願いします。その前に、ね、もう一種類エピック、これ FHR ウィンドファルのプレイ実況動画上げてから、これタイプ2のバッチャーエピックのねプレイ実況動画上げていくんでね、うん、これ狭いマップだったら特にかなり強いと思うんでね。自分フリーフォールよくやるんだけど、最近ね、最初はチームデスマッチやってたんだけど、ゲームに慣れるために。でも最近フリーフォールばっかりやってるんでね、武器のレベル上げとかやってるんで、武器レベル上げはね、フリーフォールが早いんで、多分ね、結構早く終わるんでね、回転率が早いんで、フリーフォールでよくやるんだけど、フリーフォールのね、フロンティアとかと、メイデイまだプレイ実況動画上げてないんだけどね、メイデイとかと、ジェネシスも狭いんで、ジェネシスとかも、強いんでね、ショットガン。この3種類は結構強いんでね。でもこれタイプ2はね、アサルトライフルなんでね、基本は。ベースはアサルトライフルでね。で、三角長押しでショットガンにも変化するんで。このタイプ2バッチャーエピックはね、アサルトライフルとショットガン2種類切り替えられるんで、広いマップ、狭いマップ関係なくね、立ち回れると思うんでね。でも狭いマップは特に強いと思うんでね。フロンティア、メイデイ、ジェネシスね。で、残念なことに、ジェネシスは COD ゴーストのストライクゾーンのリメイクマップなんだけど、ジェネシスが今、ちょっと今消えちゃっててね、多分なんか何かしらの問題があって、なんか今修正してるのかもしれないね、これ。BO3 のエグゾーダスみたいにね、ちょっと消えてるんでね、ちょっとジェネシスもちょっと復活してほしいんだけど、このタイプ2バッチャーエピック使って、フリーフォールでいちいちと狙っていくんでね、これね、うん、ご期待ください。これとってもお気に入りの武器でね、ほんと一番好きなんでね、最初に、まあ、さっきも話したんだけど、何度も話してるんだけど、他の動画でもね、武器プレステージ2マックスに最初にした武器なんでね、一番好きな武器はもう最初に武器レベルマックスにするんでね、前作 BO3 も万能も同様に最初に武器プレステージマックスにしたんでね、武器プレステージ2マックスにしたんでね。今作はね、武器プレステージ3まであるんだけどね、武器プレステージ1、2、で、武器プレステージ3とは言わずにね、武器プレステージマックスって言うんでね、武器プレステージ3をマックスになるんでね、のマックスになってるんでね、もう最初からこれ解除されてるんでね、これね。よろしくお願いします。以上にしたいと思います。はい。今回はね、タイプ2バッチャーエピックを解除してみたの実況やってきました。あとよろしければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。